視聴者の皆さんこんにちは。本日も非常識な自己中一致がとんでも行動をしたスレを2本紹介。今回はどっちが本物の父がいなんでしょうか。まずは1本目。親の遺産を姉と分けたら私の分も勝手に使われてた。と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。34歳の主婦で夫と子供と3人暮らしの私。幸せに暮らしていたんですが、ある日急に母が亡くなったんです。父は数年前に他界していますし、若くして両親を亡くしショックが大きくて、4つ上の姉と私が親の遺産を相続したのですが、姉は私の分まで勝手に使ったんです。私に断りもなく、信じられません。それは突然のことだな。しかも親の遺産をもらった後でそんなことが起きるなんて。大変だったな。悲しかったと思うし姉にそんなことをされたら、ますます心痛めてしまうよね。ただでさえ両親のことで大変なのに、どうしてお姉さんはそんなことをしたのかしら？理由はちゃんと聞いたの？姉は昔から私の意見は聞いてくれません。いつも自分の意見を押し通す、わがままな人です。今回の件もそうでした。姉は私より両親に可愛がられていましたし、遺産も自分が自由に使っていいと思ってるのでしょう。本当に自分勝手な人です。そんなにひどいお姉さんなのか、遺産相続は大事な問題だしそこはきちんと話し合ってほしいよね。いくら両親に可愛がられてたと言っても、勝手に全部決めるのはひどい。ちゃんと訴えた方がいいぞ。こういう時に人の本性って出るわよね。一致も大変な目にあったわね。そもそも姉とは根本的に意見が合いませんでした。昔から気が合わなかった私たち、唯一の姉妹なのに、仲が良くないんです。一人しかいない姉妹が気が合わないって辛いな。そうなんですよ。性格も、物の好みも全く違いましたし、いつも喧嘩をしていました。姉はとても真面目で、いつも冷静なつまらない性格です。両親からしたら育てやすかったかもしれません。逆に私はいたずらっ子で、いつも怒られてばかりいました。その時の姉の見下した顔は今でも腹が立ちます。一致はいたずらっ子だったんだな。でもそんなに真面目なお姉さんなら頼りになるんじゃないか？そうよ、遺産の問題のこともしっかり考えてそうだけどね。もう一度ちゃんと話し合ったら？あの人とは極力話したくありません。話すだけ時間の無駄だと思います。私は何としても自分の意見を主張します。これは大変なことになりそうだな。私は仲がいい姉妹が欲しかったです。両親がいる時はまだマシでしたが、こんなことになるなんて思いもしませんでした。まあ今更後悔しても遅いけどな、誰と姉妹になるかなんて選べることではないし意見をすり合わせるしかないんじゃないか？あの姉と意見をすり合わせると言うんですか？姉は4つも年上なことをいいことにいつも生意気です。私には常に上から目線の態度だし、小さい時から見下されていました。成績や運動などもいつも向こうの方が良かったです。その度に私は馬鹿にされていたんです。この屈辱がわかりますか？だから幼い時から私は大人になったら絶対に、姉からは離れようと思っていたんです。それがこんな早くに相続の問題にぶち当たるなんて、思ってもいませんでしたよ。両親が死んでただでさえ悲しいのに、姉は悲しさを少しも出さずに、淡々と相続の話をしていました。この人には慈悲がないのでしょうか？これでは両親もかわいそうです。自分の娘がこんなに冷酷だなんて、思ってもいなかったでしょう。まあ普段から真面目でつまらなく、感情も表に出さない人だったから両親もそれをわかっていたのでしょうけど。なんかお姉さんをバカにしすぎていないか？兄弟仲が悪いのはかわいそうだけど、やっぱり唯一の姉妹なんだから。そうだ、仲良くした方がいいと思うぜ。残された家族はお姉さんだけなんだし。たまには二人でゆっくり話したらどうだ？冷静で真面目というけど、そんなお姉さんだからこそ考えていることもあると思うわ。本当にそうでしょうか？あの人は一度も私のことを考えたことはないんです。それに私は夫と子供がいます。あれなんかいなくても、私には二人がいれば大丈夫です。まず姉とは根本的に遺産の使い方で揉めました。私はすぐにでも使った方がいいと思ったんですが、姉はそうではないと言ったんです。私に慎重な使い道を提案してきたのです。それはどういうことなんだ？しかもお姉さんの方が冷静じゃないか。だってすぐに使った方が欲しいものも手に入るし、泥棒に狙われる心配もないでしょう？
確かにそうかもしれないけど、衝動的に使うのは賛成できないな。あなたたちまで姉の味方なんですね。今までの彼女の横暴さを知らないから言えるんです。お姉さんがそんなに横暴には見えないけどね。やっぱりもう一回話し合ったら解決方法が見つかるかもしれないわ。またあいつと話し合えと言うんですか？遺産を勝手に使ったんですよ。それこそ泥棒ですよね。今まで私を見下していただけではなく、私が与えられた遺産を勝手に使ってしまうなんて、話し合いどころではないでしょう。姉のことはこれからしっかり、訴えさせていただく所存です。こんな人と姉妹だなんて恥すぎます。私は私のやり方で遺産を使いたかったんです。それに姉の分もあるんだから、私がどう使おうが自由じゃないですか？なぜ姉に止められなくてはいけないのですか？それに人のお金を勝手に使うなんて、それこそ犯罪ですよね。遺産をもらった時に、最初は私のところにもきちんとあったんです。でもある日、姉が勝手に家にやってきました。そして突然奪い去ってしまったんです。子供もいたので激しい喧嘩をするわけにもいかず、私は泣き寝入りするしかありませんでした。お姉さん、そんなひどいことをしたのか？そうなんですよ。話し合いすらしてもらえなかったんです。だからあの人とは話し合いができません。そんなにひどい状況になっていたのか。でも理由もなくお金を持ち出したりしないようなお姉さんの分もあるわけだし。確かに自分の分があったら、妹の遺産なんてほとんど気にしないと思うけどね。お姉さんにしかわからない事情があるのかしら？そんな事情知りもしませんよ。私はとにかく姉のことが許せません。両親がいたらどんな顔するでしょうか？私はため息が出ます。こんなことになるなら生前からしっかり、両親と遺産のことを話すべきでした。確かに話し合いは大事だったかもしれないな。でもそれは今からでは遅いし。本当にどうしたらいいのかしらね。私もこのままでは困るんですよ。家には夫と子供もいるから、遺産がなければ困りますし。全部姉に奪われたままだと、これからの生活も心配になります。私は主婦だから働いていないですし。働いていないと、お金の心配はあるよね。お姉さんはそれもわかっていて、お金を取ったのか。それとも何か、お金を取らなきゃいけない事情があったのかしら？例えばエッチがお金を使いすぎるとか。それはあるかもな。遺産がエッチのところにあった時は、どんな状況だったんだよ。あなたたち私の金遣いが荒いと言いたいんですか？遺産が手元にあった時はまだ良かったですよ。私もとても嬉しい気持ちになりましたし。だっていきなり巨額のお金が入るなんてこと、そうそうないじゃないですか？うちの両親の遺産はとても多かったんです。だから私は一気にお金持ちになりました。これまでは働いていない分、ずっと節約生活だったんです。もともと働く気がなかったのでそれはいいんですが、やっぱり欲しいものが買えないストレスは大きくて、急にお金持ちになれて嬉しかったです。やっぱり急に大金が来たのが、嬉しかったんだな。そんなに使えるお金がなかったのか？主婦なんてそんなもんですよ。旦那からのわずかなお小遣いだけです。うちには子供もいるから贅沢できませんし。子供がいるとそうなるわよね。その後はどうしたの？私はお金を持つとなんか急に今まで関わっていた、周囲の人間が貧乏に見えてきたんです。周りも主婦が多いのでお金がない人が多いんですよ。いつも同じような服装や靴、それにボサボサヘアのママ友達を見ているとなんだか急にかわいそうになってきたんです。あなたたちも少しはおしゃれしたらどう？私は入ってきた遺産のおかげで頻繁に美容院に行って、いつもサラサラな状態でした。だからママ友達にもアドバイスしてあげたんです。それは余計なお世話だろ。ママ友達もムッとしたんじゃないか？その通りなんですよ。人がせっかくアドバイスしてあげたのに、それ以来避けられるようになったんです。当たり前でしょうね。そんな失礼なことを言われてしまったら誰でも離れていくんじゃない？みんなお金がないのは自分たちのせいなのに、それに腹を立てるなんて心が狭いんでしょう？改めて彼女たちがかわいそうになります。それは私の夫も同じです。働いているくせにいつも同じような服装、たまにはおしゃれしたらとアドバイスします。すると夫は節約生活を、しないといけないから仕方ないと言いました。その諦めた顔に私は腹が立ちます。そんなのあなたが、もっといい企業に勤めたらいいでしょう。私は怒りを抑えられなくなって怒りました。自分が努力すればお金持ちになれるのに、私の両親だって努力していたんです。
こうして私は周囲の人間を見下さずにはいられなくなりました。気づいたら周りは努力しない人だらけなんです。お金持ちになる努力をしない人なんてお金が入るはずはありませんから、私のことが鬱陶しく思うなら頑張ればいいのに。毎日夫にネチネチ言ってると、ついに夫も痺れを切らせたようです。めったに怒ることがない人でしたが驚きました。私の言い方が腹が立つと言ったんです。でもそれは自分がお金がないから悲願でいるだけでしょう。夫だけではなく、私はママ友にも注意を受けました。でも返事は夫と同じです。お金を持ってない人にはわからないのよ。それだけ言うと夫もママ友も私に何も言わなくなりました。やっぱり私の考えは図星だったのでしょう。いっちそれは傲慢すぎるって。周りから人がいなくなるぞ。お姉さんが遺産を取るのも納得だな。いっちのそんな態度が続いたから遺産を手元に置いておけないんじゃない。周囲の人に当たってはダメよ。そんなことになっていたなんて。それはお姉さんも危ないと思うだろうな。真面目なお姉さんだろうし。やっぱりみんな姉の味方なんですね。信じられません。私は悪いことをしていないのに、ただ周りがあまりにも貧乏でかわいそうだったから同情してアドバイスしてあげただけです。それの何がいけないのでしょうか。私はただ親切にしてあげただけなのに、人が信じられなくなります。それに誰が何と言おうと私の遺産なんです。それに姉はなんと自分のために遺産を使ったんです。あれほどわがままな人だと思いませんでした。もうがっかりです。姉は働いていてお金もあるのに、それに姉だったら妹の生活をサポートするべきだと思うんですよね。私が働いていないことも知ってるし、唯一の姉妹なんだから私をサポートしてくれてもいいと思いませんか。あれさっきお姉さんとは関わりたくないって言ってたよね。あれはどうなったんだ。もちろん関わりたくはないですよ。でも唯一の姉妹だから金銭面でのサポートは必要だと思うんです。働いていない私を野放しにしてお金すら援助してくれないなんて、姉としてどうかと思いませんか。私はこんな姉を持ってしまったことを本当に後悔していますよ。妹のことを助けようともしないなんて、やっぱり真面目だけではなく、この人はとても冷酷なんです。私もまた生活に困っていますし、少しも助けようと思わないのか。同じ遺伝子が流れているはずなのに本当に謎ですよ。私が姉だったら親切に妹に援助すると思いますけどね。だって家族が困っているんだし。またため息が出てしまいます。働いていない家族がいたとしたら援助するのは当たり前じゃないですか。それは一致の意見だろ。お姉さんにもお姉さんの事情があるだろうし、ことを大きくしない方がいいぞ。なんか話を聞いてると全部一致の自分勝手に思えるな。金がないなら一致が働けば。そうよ、働いたら収入が得られるし、そこでお姉さんに頼るのは違うと思うわ。これは社会に出るチャンスじゃない。だから私は働く気は全然ないんですよ。夫もそれでいいと言ってくれているし、姉のことだって私のわがままではありません。そんなに働く気がないのか。だって労働なんてめんどくさいじゃないですか。朝から晩まで自由時間が奪われるんですよ。そんなことに私の時間を使いたくありません。でも夫一人で働いてたらかなり負担じゃないか。確かに、そこのところは考えているのかしら。うちは夫の収入だけで十分に食べていけるんです。だから私も彼と結婚したんですよ。共働きを強制されるなんて死んでも嫌ですね。一致はそれほど働くのが嫌なんだな。だからお姉さんに頼ろうとしてるのか。なんかいろいろ大変だな。大変ってもちろん私のことですよね。今はお金がなくて再び貧乏ですよ。欲しいものも買えなくなったし、それにママ友たちにも避けられたままで、私の居場所はありませんでした。家でも夫に責められてばかりなんです。まああれほど大胆に上から目線だったら、みんな関わりたくはないよな。なんて言いました?私は上から目線な態度なんて取っていないんですけどね。だってそうだろうよ。夫もママ友も嫌な思いをしたんじゃないか。お金のことなんてデリケートな話題?普通は進んで話さないものなのよ。一致はそれが分かっていたかしら。そんなの私の知ったこっちゃないですね。だって貧乏なのがかわいそうじゃないですか。私はただ同情しただけなのに、どうしてそんなに責められなくてはいけないの。皆さんの方こそ上から目線ですよ。なんでそんなに喧嘩腰なんですか。
まるでママ友達と変わりませんね。だんだんめんどくさくなりました。めんどくさいのは、こっちの方だよ。話を聞いたかと思えば全部そっちのわがままじゃないか。そうだ、少しは反省した方がいいと思うぜ。周りの人間がどれだけ迷惑かけられたと思ってるんだ。私は迷惑なんてかけていませんよ。全部皆さんの被害妄想です。まず第一に悪いのは姉ですから。責めるなら姉を責めてください。相変わらずあの人は遺産を渡す気はないみたいです。どいつもこいつも困りましたよ。あれから私は、ママ友達にも馬鹿にされるんです。最近美容院に行ってなさそうだけどどうしたのとか、私の服装が地味だとか、私が言ってきたことを全て反論してきます。お金がないのだから仕方ないじゃないですか。美容院だって行きたくても行けないんです。お洋服がなくて欲しくても、お金がないから買えません。それを知ってて、彼女たちは意地悪をしてくるんです。これって完全にいびりですよね。でも子供のことを考えると離れるわけにはいかないし、私は嫌味を言われながらその場に居続けるしかなかったんです。全部姉が遺産を取ったせいなのに、どうして私が仲間外れにされるんでしょうか？世の中って本当に理不尽ですよね。だって皆さんもそう思いませんか？大人になってまで人にいびりをするなんて、どんな教育をされてきたのだと思いますよね。私はこんな大人にだけはなりたくないなと、改めて思いましたよ。しかもこの人たちは人の親なのに、いい大人がお手本を見せられなくて、何になるでしょうか？育てられている子供もかわいそうです。まだ気づいていないんだな。それは全部イッチが招いた結果なんだよ。今までは普通に接してたんだろ？遺産の問題になる前までは、みんな楽しく話していましたよ。それが姉のせいでこんなことになったんです。やっぱり全部姉の責任なんです。私がママ友と仲良くしてるのが羨ましくて、意地悪をしたのでしょう。そうに決まっています。姉は昔から群れることはしなかったので、私みたいになりたいと思ったんじゃないですか？それはイッチの考えすぎじゃない？お姉さんがそう言っていたならわかるけど、一言も聞いてないんでしょう？そんなこと聞かなくてもわかりますよ。だって、私たち姉妹ですから。それに唯一の姉妹なので。あれさっきお姉さんの考えていることはわからないと言ってなかったか？それに性格も違うんだろう。それとこれとは話が違いますよ。性格が違くても、やっぱり姉妹だから似てる部分もあるんです。それぐらいわかりませんか？全く話が通じない人たちですね。なんだと、一生懸命聞いてるのに、その言い方は。こんな調子だと、友達がいなくなるのもわかるわね。そのうち夫からも見放されるんじゃないかしら？夫は私のことなんて見放しませんよ。だって長年夫婦をしていたんですから。それに家には子供だっています。いつも家のために協力している私を、夫はそう簡単に見放さないと思いますよ。なんかすごい自信だな。でも本当にどうなっても知らないぞ。そうよ。私たちはちゃんと忠告したからね。あとはどうなろうが、あなたの自業自得よ。そんなの言われなくたってわかりますよ。私はすべて自分の行動は正しいと思っています。どうなろうが夫の責任です。それに、子供も私に懐いていますし何があっても私についてくるでしょう。姉のとこに行くこともなさそうですし。でも姉は本格的に私を追い詰めてきたんです。私が遺産を不正に使用していたと訴えたんですよ。でも姉は話し合いをしようとしてくれないんです。せっかく私が話を持ちかけたのに。このままだと私の立場はありません。一体どうしたらいいのでしょうか？そら見ろ、やっぱり思った通りだ。お姉さんの方が正しかったんだよ。おとなしく反省しろ。今までのイッチの行動の結果だと思うわ。だってお姉さんは悪くないもの。やっぱりみんな揃いも揃って姉の味方なんですね。それは夫も同じだったんです。姉から訴えられたとすぐに夫に言いました。すると夫は全部私の責任だと言いました。周りの人間を見下して自分勝手にしていたと、もう耐えられないと言われたんです。私はその後すぐに姉に電話をしました。せっかく家族がうまくいっていたのに姉のせいで大無視にされたんですから。しかし姉は稲妻はなしには出てくれずもう私とは話したくないと後からメールが送られてきました。私は怒り狂い、何度も姉にメールをしました。どうして妹の私を見捨てるのかと。すると姉は夫と同じことを言いました。自分勝手に行動する私には呆れたと、それにもう連絡しないでときたんです。実の姉なのに、なんという仕打ちでしょうか？
でももともと姉のことは嫌いだったので、関係が破綻してよかったと思います。でもその後結局夫からも愛想を尽かされてしまい、私たちは離婚することになりました。子供の親権も夫が取ってしまいました。私は姉のせいで何もかも失い、結局孤独になってしまったんです。何度も言うけど、全部自分の行動が招いた結果だな。自分勝手な行動はもうやめた方がいいぞ。周りからの信頼を失うこともわかったでしょう？うるさいですね。私はこれからも自分の道を貫きます。報告者は怒ってスレを出ていきました。こうして自分勝手な行動を繰り返した報告者は、結局姉も夫や子供も失ってしまいました。常に周りのことを考えた思いやりが大切ですね。皆さんはこの報告者をどう思いましたか？コメントで感想をお待ちしております。2本目は、3000円のコースって聞いてたのに焼肉屋で1万円請求されました、と嘆くイッチのお話です。それではご覧ください。3000円のコースって聞いてたのに、焼肉屋で1万円請求されました、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。お一人様って、皆さんはどこまでできますか？最近はデリバリーで済ませられるからな。わざわざ一人で外食しないかも。うちはおかんの料理オンリー。おかん料理だけはうまいからな。どうせ、ハンバーグ、スパゲティ、唐揚げとかの、ローテーションだろ？私は最近、お一人様で、いろいろな飲食店へ行くことが多くなりました。理由は簡単。一人息子が成人して、家を出て行ったからです。私の役目は終わったと、少し寂しくもあり、少し楽しみにもなりました。21歳で結婚、22歳で出産と、若い時期に子育てをしてきたので、これからが第二の人生のスタートです。今まで家に閉じこもり気味だった私も、外へ出ていく第一歩が、子育て卒業だったわけです。22歳で子供を出産してから、育児に追われる日々、二人目を作る余裕もありませんでした。息子からは弟が欲しいと、よく言われましたが、二人目なんて到底無理。それに、息子は手のかかる子だったんです。いろいろ、ツッコミどころ満載だけど、断片的だから頭の整理ができない。これはあくまでも序章。ここから濃くなっていくんだよ。オーケー、わかった。詳しく聞きたいから、まずはイッチの自己紹介からよろしく。改めて自己紹介します。私は40歳の主婦。同じ年の夫はうだつの上がらないサラリーマン。何の肩書きもない、一生出世することもない、ただ家族のために、義務感で働いてくれてます。私は18年間、パートに出ることもなく、切り詰めて、節約生活。まあ、働きたくなかったのが本音。マイホームも持たず、ずっと同じ 2LDK の賃貸マンションに住んでいます。21歳の時に妊娠が発覚。産まないという選択肢はありませんでした。私の両親も、夫の両親も、若すぎると大反対、特に夫はまだ大学生だったのです。私は夫が大学を卒業するまでは、実家で生活することに。1年後、子供が生まれ、夫が卒業、就職して、やっと親子3人での生活がスタートしました。新婚生活のドキドキ、ワクワク感なんて、ありません。ただただ、息子に振り回される日々。夜泣きもひどいし、ミルクを受け付けず、母乳しか飲まないので、夫と交代することもできない。とにかく1日24時間、息子中心に渡し時間は回っていました。息子が成長していく中で、言葉が遅かったり、落ち着きがなかったりして、私の心配はつきません。一人一人のスピードでいいのに、私は悩み、育児相談へ電話をしたことも、何回もありました。ですが、息子は小学校へ上がると、なんとなく追いついて、他人と比べるなんてダメだなと思い知ったのです。小学生になった息子は、活発で、人見知りしなくなり、友達も多くできました。でも、やんちゃすぎて手を焼いたのも事実。友達と喧嘩して、謝りに行ったことも、一度や二度ではありません。思春期になると、だいぶ生意気で、反抗期もがっつりあり、私がどんなに注意しても、夫がどんなに諭しても、全く改善されませんでした。それでも、高校生になってからは、だいぶ改心。勉強はできませんでしたが、陸上部に所属。見違えるほど礼儀を覚え、私にも優しくなりました。もちろん年頃ですから、子供の頃のように、ベタベタした関係ではない。もっと単純なこと、一緒にご飯を食べたり、一緒にテレビを見たり、と、日常の中の当たり前が嬉しかったわけ。男の子を育てるママは、
女の子を育てるママには分かってもらえない。女の子の3倍大変。一緒にしてほしくないって言ってたよ。男の子4人育ててる芸能人って割といるけど、やっぱり芸能人はベビーシッターとか雇えるから少しは楽なのか。俺は将来子供ができても何一つ教えたいことない。だって元引きこもりのニートの父なんて一番憧れないだろ。その前に結婚できるのって話。息子は高校を卒業した後就職へ。会社が家から遠かったので家を出て一人暮らしを始めました。18歳が成人となり息子も家を巣立った。私の子育ての終わりかなと思います。でもこっそり息子の結婚式の費用は息子が生まれてからずっと貯めてきています。私が結婚式をできなかったので息子に思いを託して。あるあるですが子供が巣立ち夫婦だけになると途端に気まずくなりました。会話が弾まないのです。今まで息子が中和させてくれていたことを思い知らされました。熟年離婚が増えている理由がよくわかります。でも思考を変えれば若い時に子供を産んだ私40歳でも余裕で第二の人生のリスタートができるわけです。今までできなかったことをこれから思う存分好きなだけやれる。息子の学費ももう払わなくていいのだから、そのお金で私も口贅沢でもしようではないか。40歳なら確かにこれから何でも挑戦できるな。早く産んでから遊ぶか、遊んでから産むか。どっちがいいんだろうか。子供は若いおかんの方がいいだろ。Y のおかんなんて、いつも Y のおばあちゃんかって間違われれた。今思えば酷だよな。そうそう、子供は時に正直すぎて、残酷になるよな。子供は天使じゃない、悪魔だよ。でも、いざ好きなことをしようと思っても、何から始めればいいのかわからない。若さを犠牲にして、友達と遊びたいのも我慢。おしゃれも我慢。この18年、子育てに注力してきたので、気づいたら、浦島太郎状態。ちょっと外出してみても、そわそわと落ち着きません。そんな時、ふらりと入ったレストランで、目覚めたのです。外食ってこんなに美味しいんだ。黙ってても料理が出てきて、食べ終わってもお皿洗いをしなくていい。今まで家族が外食するときは、ほとんどファミレス。それも最後に行ったのは、息子が小5か小6のとき。それ以降、外食になんて行きませんでした。夫はランチだったり、会社帰りの一杯だったり、機会はたくさんあったと思います。でも私はそんな考えが全くなく、とにかく毎日の献立を考えることで、頭がいっぱい。この18年でだいぶ上達しましたが、結婚したての頃は、本当に料理が下手くそでした。レシピ通り、大さじ2なら、大さじ2測って、目分量とか、そんな恐ろしいことできません。ただ、標準的な料理は作れるようになりました。それでも夫や息子が満足する料理は、一回も出せなかった気がします。それなら私は食に関して、もっと物知りになろう、と思ったのです。お金が許す限り、食を趣味にする。日本には実に質のいい料理を提供している、お店ばかり。これからいろいろな飲食店へ行って、美味しいものを食べる。人間の三大欲求の一つを満たす。初期費用もかからないし、最高額は3000円までに止める。そうマイルールを決めました。今、デリバリーも充実してるけど、やっぱ店に行って食べるのとは段違い。お店の雰囲気、使っている食器、盛り付けなど、家では味わえない、特別感があるからね。ランチ感覚で食べに行くなら、1000円もあれば十分。趣味としては安い方じゃないか。外食か、今一番行きたくない。外出着に着替えて、髭剃って、寝癖直して、ああ、めんどくさい。おいらは、一生デリバリーでいいわ。もともと外へ出ることは嫌いではありません。息子が小さい頃は、毎日、公園に連れて行きました。まあ、子供がいるなら、当たり前のことですが。でも、私は家から出て外の空気を吸える、このひとときを楽しみにしてたんです。息子に手がかからなくなると、朝の散歩に毎日行っていました。それと夕方、スーパーへ行くのに、遠回りしていたくらい、外へ出ることが好きだったんです。駅前のデパートや商業施設、レストラン街へも行きたかったですが、何かためらいがありまして。そして、お出かけプラス食事を、正式な趣味にしたわけです。私自身、ストレス発散という名目でもあります。そんな私に夫は何も言いません。まあ、女の40歳と、男の40歳は違いますからね。女の40歳はもう40、男の40歳はこれからの40。街ブラは楽しいですよね。女性がウィンドウショッピングが好きで、買い物に時間がかかるのは仕方ないこと。目で楽しんで、
目移りして、お気に入りの一着を手に入れる。それだけで幸せなんです。私はショッピングというより、食へ関心が高いので、毎回いろいろな飲食店へ行きました。だいたい前日に、エリアを絞り、何を食べるかから入ります。洋食、中華、和食選びたい放題。ランチ、ディナーを決め、値段を確認。ターゲットを決めたら、インターネットで予約。クーポンが使えたり、ポイントがもらえたり、よりお得に美味しい料理を食べることができる。なんで今までこんな楽しいことを、してこなかったのだろう。イッチみたいに一人でレストラン入る勇気ないわ。だって、一人で待って、一人で食べて、何が楽しいの？結局、スマホに逃げちゃうよ。意味ねえわ。まあまあ。イッチは育児に追われて、やっと自分の自由になる時間ができて、はしゃいでる。温かい目で見てやりなよ。可愛い趣味じゃんか。料理がうまくなるには、美味しい料理を、たくさん食べることからだって聞くよ。考えてもみなよ。21歳で学生と結婚とか、一番遊びたい時期だよ。それでも、育児放棄してないだけマシじゃね？私はこの日、ちょっと冒険しました。いつも外食はランチ狙いの1000円前後。もう少しお高めの料理、焼肉に行ったんです。いつもはランチでしたが、この日は思い切って、ディナーをチョイスしてみました。昨日の夜、インターネットからお店を予約。お一人様焼肉を初挑戦。最近の街ブラで、私はラーメン屋や、回転寿司、お好み焼きなどにも、お一人様来店しました。人と合わせて食事するとか、私は苦痛だったことに、気がついたのです。自分のペースで、好きな時に食べる。これがお一人様の醍醐味。一人焼肉もいつかやってみたかったので、今日は心弾みました。こういう時は、当たり外れないように、大手焼肉店チェーンへ、次々と出てくる質の良い肉を、自分のペースで焼いて食べる。プラスご飯にタレを染み込ませて食べる。一人じゃ食べきれないほどのボリュームで、3000円とはお得、大満足でした。見回すとお一人様は私一人。他はカップルやファミリー。みんなで食べる焼肉も、もちろん美味だろう。今度、息子が帰ってきたら、このお店に来よう。値段の割に、いいお肉ばかり出てきて、結構得した気分。また来ようと思えるお店でした。焼肉にハズレってあんの？俺、普通に700円の焼肉弁当でも、十分うまくて満足するけど。まあ、高い肉は裏切らないよな。ワイは焼肉なんて、久しく食べてない。イッチみたいにお一人様とか無理ぽ。個人的に焼肉は大勢で食べたいな。うまいもん食ってる時は、会話もなくなるけど、なんていうか安心感の担保っていうか。君にたくさんの友達がいるとは思えないが。大勢で焼肉食べるのが夢なんだろ？そういう自分になりたい願望つよ。お会計を席で済ませる形のようで、店員さんが伝票を持ってきました。その合計金額を見て、言葉を失ったのです。3000円コースを頼んだはずなのに、1万円コースの請求。伝票間違ってますよ。昨日、ネットからご予約いただいた、イッチ様でお間違いないですよね？はい、イッチですが、私1万円コースなんて頼んでいませんよ。少々お待ちください。店員は一旦席から離れて、バックスペースで調べている様子。何やってるんだ？再び店員が来て。今、確認しましたが、確かにイッチさんからのご予約で、1万円コースを選択いただきました。はぁ？私は1万円コースなんて、頼んでいませんよ。一番安い3000円コースにしたんですから、店員は今度はパソコンを持ってきて、こちらがご予約の内容になっています。確かに、本日19時から、1万円コースと、ご指定いただいています。パソコンが壊れてるんじゃないですか？ご予約いただいた際、必ず、ご予約内容の確認を、お客様へお送りしています。その時点で、3000円でなく、1万円になっていたら、予約内容変更を、していただくご案内になっています。店員も簡単に食い下がりません。そりゃあ3000円と1万円では差がありすぎます。ただ、合点することはありました。確かにお肉の質が3000円の割に、良すぎたという点。とはいえ、私は3000円コースで頼んだのは、確かなのです。夫のお給料日前のこの日に、私が1万円のコースなんて、選ぶはずありません。そんな細かいことまで覚えていませんよ。私は確実に3000円コースを、オーダーしたんですから。だったら、料理を運んでくる前に、確認したらよかったじゃないですか？私はてっきり3000円コースだと、思い込んでるんですから。その時点で間違いに気づけば、防げたことでしょう？私だって簡単には屈しません。明らかにお店側のミスでしょ。
私のせいにしないでください。それでは、1万円の半額の、5000円ではどうでしょうか？私どももさすがに、1万円のお肉を3000円でというわけには。店側が譲歩したような言い方をしたので、余計頭にきました。はぁ？そんなの知らないわよ。どうせ原価そんなにかかってないんでしょう？自分たちの儲けのためにミスを認めないで、プラス2000円を出させるなんて、天下の焼肉チェーン店で、こんなこと許されるの？これでは完全に私が悪者で、ただのクレーマーおばさんに見えてしまいます。周りからの視線も気になりました。こちらもお料理をお出しする前に、確認するべきでした。ですが、こうして履歴に残っている以上、お客様のオーダーミスでもあります。ですから、間を取って、半額の5000円をご提示しているのですが、やばいね、やばい。両方に責任はあるけど、一気気づいてたんじゃね？だって1万円と3000円じゃ。出される肉が明らかに違うだろ。君は舌が超えてるからわかるんじゃない？ワイは全く違いがわからん。テレビの格付けチェックとかでも、みんな間違えるじゃん。なるほど、イッチがわざとって優先あるな。1万円で予約取って、食べ終わった後で、私は3000円を頼んだっていうパターン。出たな、強く主張すれば通るだろう。お客様は神様ですしこう。玉の贅沢が3000円の焼肉っていうのがリアル。息子が一緒だったら、3000円で収まらないよ。18歳男性の食欲半端ないからな。さて、これからどうなる？クレーマーおばさんはどう対応するのか？せっかく、楽しく美味しくいただいたのに、最後にケチがつきました。一気にテンション下がります。こんな不愉快な思いは久々。主婦にとって3000円が、どんなに貴重かわかっていない。1週間分の食費を3000円でやりくりした時も、ありました。それくらい大切なお金だということ。私は仕事をしていないので、夫の収入が全て。夫に十分なお小遣いを渡していない。その一方で私が1食3000円の焼肉を、一人で食べる。これはささやかな自分へのご褒美です。それを1万円とか、無理無理無理。第一、手持ちもありません。私も店側もお互いに引くに引けない状態に。お互い、ことを荒立てないように、5000円ではいかがでしょう。一番いい解決方法だと思いますが、私は3000円以上は払う気ありません。お客様、このままでは警察の方に来ていただくことになります。警察というワードが出てきて、私はドキンとしました。はぁ、なんで警察？私何も悪いことしてないじゃない。都合が悪くなるとすぐ警察呼んで責任逃れですか？第一、私は何の罪になるんです？言いがかり止めてください。無銭飲食ですよ、7000円分の。こちらも本意ではありませんので、間を取って5000円とご提案しているんです。警察はさすがに行き過ぎだと思いません。でもどう考えても、ここは5000円払わないと、収まらない空気でした。無銭飲食とか人聞きの悪いこと、言わないでください。変な言いがかりつけて、ぼったくりじゃない。こっちこそ名誉毀損で、訴えてやるわ。でしたら警察呼んでいいですよね。そう言われてしまっては、私も返す言葉がありません。こちらも穏便に済ませたいんです。お客様を犯罪者にしたいわけではありませんので。電話してもいいですか？私は手持ちのお金が足りないので、仕方なく夫に連絡するしかありませんでした。夫はよく意味がわからない様子でしたが、すぐに車で駆けつけてくれたのです。私は夫から2000円を出してもらい、店側の言う通り、5000円を叩きつけ、これで済んだと思わないでよ、店のホームページの口コミに書かせてもらいますから、客に対して、高圧的な態度、ぼったくり、他にも被害者いっぱいいるでしょうね。自分たちのミスを認めないで、客に法外なお金を請求。言い返せば、警察呼ぶぞと脅す。最低最悪の客対応でしたね。最後に言ってやらないと気が済みませんでした。夫が私をなだめて、店を出ても、私は悪態をついて気が収まりません。この怒りは1週間以上続きました。自分のミスは認めないで、全部店側のせいにする、完全なクレーマー。モンスターペアレント。コンピューターが間違ること、まずないからね。イッチは1万円を選んだことは、ごまかせない事実。素直になれない、最後まで謝らない。40歳の大人の対応とは思えないな。出ちゃうよねー、こういうところで本性が。1万円の焼肉、ワイも食べてみたい。焼肉で1万円なんて普通じゃね？昔、家族で行ったら10万円近く行ったぞ。君は家族団らんの時があったんだね。
ここで一旦、イッチ忘れを退出しました。正論を言われるのが怖いのかもしれません。それから2週間後、再びイッチがスレに現れました。皆さん、覚えていますか？焼肉屋でトラブルになったと突したイッチです。ああ、焼肉3000円コースのね。なんていう覚え方。今度は夫と喧嘩でもしたのか？夫は喧嘩するよりもきつい、虫が始まりました。あの日、ボソッとたった一言、恥ずかしいことするな、ですって。私の言い分も全く聞いてくれず、あの日が私たち夫婦の終わりの始まりだったと思います。夫婦なんて所詮他人。息子が巣立った今、夫婦でいる意味あるかな、とさえ思い始めました。でも、夫と離婚したら、私は生きていくために、働かなくてはなりません。それを思うと、仮面夫婦でいる方が、利口かもしれない。専業主婦だけを18年もやってきても、感謝もされない、対価もない。ちょっと外にご飯食べに行くだけで、エネルギーチャージできるなんて、安上がりの趣味だったのに、私は例の焼肉店からは、出禁になりました。こっちこそ二度と行きません。私はだんだん行きにくくなっていることに、気づき始めました。これからがエッチの本番だよ。夫と年重ねて、老後まであと30年はある。夫婦は老後をいかに穏やかに、人に迷惑かけずに生きるかだからな。いいじゃん、ワイなんて多分一生一人だよ。イッチにはなんだかんだ言って、夫も息子もいる。ささやかな幸せに気づいているのか？焼肉コースの値段ごときで、大騒ぎして、もっと心に余裕を持ちなよ。はい、お疲れちゃん。お一人様を謳歌するのはいいですが、人に迷惑をかけるのはいただけないですね。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひ、コメント欄で教えてください。